強い日差しが降り注ぐ中、見ているだけでひんやりと感じます。こちらで作られているのは氷の彫刻です。パーティーなどの食事の場で華やかな演出を添える氷の彫刻に興味を持ってもらおうと、毎年この時期に行われている特別実習です。今日は調理師やパティシエなどを目指す40人が参加し、ハープや白鳥、皿など8つのテーマに沿って氷の彫刻に取り組みました。生徒たちは外部から招かれた3人の講師に、溶ける前に大胆に手を動かすことが大切とアドバイスを受けながら、ノコギリやノミを使って仲間と協力しながら作品を仕上げていました。特別実習の様子を大川幼稚園の園児が見学する時間もあり、園児たちは大きな氷に興味津々でした。出来は何点ですか？100点だと思います。皆さんで頑張って作ったので、思った以上に力入る作業とか細かい作業とかいろいろあって、だんだん溶けてくるし、そこが難しかったですね。もうめっちゃ美しい高屋だと思います。次どう活かしたいですか？センスと技術を高めていきたいと思いました。